こんにちは、リリナナです。今日は久々に編み物をしながらおしゃべりということで、ちょっと少しお話をしたいなと思います。もしお時間ある方はお付き合いいただけたら嬉しいです。最近のことなんですけども、3月に娘が小学校を卒業して、で4月から中学生になりました。で中学校になったら、中学生になったら、まあ、部活も始まるし、もう一人の時間がすごい長くなるなって思っていて、でこんなに一人の時間が長くてどうしようってちょっとウキウキしていたんですけども、もう実際小学校に行ってた時の方が楽だったというか、今すごい時間に追われているというか、実際一人でいる時間は長くはなったんですけども、とうちは子供が2人いて、上が中学校3年生で、とお互い習い事をしてるんですね。で、まあ、息子と娘各自習い事をしているので、習い事がある日はなるべく早くに、子供たちが帰ってくる前に夕飯の用意をしとかなくちゃいけないっていうのと、あとはうちは徒歩通学なの で、しかも一番遠いのかな、すごく結構時間がかかる、30分以上かかるのかな、あるので、と歩いて帰ってくると習い事が間に合わないということで、習い事がある日はお迎えに行かなくちゃいけなくて、で一度お迎えに行って、で一回家に帰ってきてご飯を食べて、また習い事に送ってくとか、あとは時間がない時は車の中でおにぎりを食べさせて、で車の中で着替えさせて、で習い事に送ってく、で帰ってきてから夕飯を食べさせるみたいな感じなんですけども、なので今までよりも結構バタバタする、その送り迎えがあるっていうのが結構大変ですね。あと早くにご飯を作っとかなくちゃいけないとか、で早くにご飯を作っとかなくちゃいけない時はもうみんな時間がバラバラになってしまうので、なんていうのかな、簡単にすぐ食べられるもの、カレーだったり、なんか中華丼だったりとか、そんなのばっかりになってしまって、レパートリーがちょっと厳しいなみたいな。なんか本当は丼物が一番いいんですけど、丼物とかご飯にかけられる、もうガガッと食べられるみたいな。なので別の日、何もない時にそのお魚とか、魚を焼いたり、何フライだったりとか、別の炒め物とかってなってしまうんですけど、そういう習い事がある時は本当に丼物ばっかり。何かいいアイデアないですかね。簡単な丼物、もうレパートリーが乏しくて、またこれかって自分で思いながら作ってるんですけど、で、4月がだから昼間動画を撮影するのはできるんですけど、夜にいつも編集していて、で編集の時間が全然取れなくて、なのでもう不定期投稿という感じで4月は、お知らせをさせていただいていたんですけども、これ5月になっても無理だなという感じで、もう万が一楽しみにしてくださる方がいるのかな、いたとすれば本当に申し訳ないんですけども、しばらくは不定期投稿になりそうです。でももう1週間まるまる動画を上げないっていうことはもうないと思うので、もうな、何かがなければ、もう必ずとは言えないか、1週間に数回は動画を上げないと
動画を上げたいなと思っているし、あと動画上げるときは朝の8時に上げるようにしたいなと思っています。なので5月からまた通常運転できるかなと思っていたんですけども、ちょっと厳しそうなので、しばらくは、子供がとりあえず優先順位では一番なので、子供たちに迷惑かけない程度に動画も楽しみたいなと思っています。結構コメントでもう子育ては今のうちだけだよとか、今のうち楽しんでっていうお話をいただいたりするんですけども、もう本当にそうだなって思って、なんか息子が今中3なので結構大学とかのことも考えているみたいで、ちょっと遠くの大学に行きたいって言っていて、高校生になったらまたいろいろ変わってくるとは思うんですけども、もう現時点ではもうどこどこの大学行きたいっていうのがあるらしく、でそうなると家から通えないから、一人暮らしか寮に入るようになると思うんですけど、もし行ったとしたら、そしたら家を出ちゃうんだって思うとちょっと寂しくなっちゃって、一緒に暮らせるのってあと何年あるんだろうみたいな、子離れしなくちゃいけないとか、彼には彼の、ね、やりたいこととか、人生があるのは分かるんですけど、ちょっと寂しくなっちゃいますね。なんかいつまでも小さいまんまじゃないんだよなとか、もう全然背も越されちゃってるし、もう見た目は全然私なんかよりも大きいんですけどね、どんどん子供も大きくなっちゃう。娘も下の子だからなのか分かんないんですけど、もういつまでも小さいみたいな、なんか主人もそうなんですよね。ちょっと扱いがちょっとまだ子供っぽい感じ、なんか出かける時も手をつなぎたがるみたいな、でも娘は嫌がるっていう感じで、でも拒否するとなんか主人に悪いって思っているのか、ちょっと苦笑いをしながら、あーちょっとつなぎたくないんだけどなっていうのが見ていてわかるような、だからこっちが、私がね、もう中学生なんだけどみたいな、本人恥ずかしがってるよって言うと、あそっかみたいな、もう主人の中ではいつまでも小さいまんまなのかもしれない。子どもの成長と親の頭の中がついていけないというか、で話はそれたんですけど、なので5月からもまた不定期投稿になると思うので、動画をアップした際にはまた遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。ということで今日は編み方動画ではなかったんですけども、ちょっと最近のことについてお話をさせていただきました。ではこれからまたゆっくりペースになるとは思うんですけども、またぜひ遊びに来てください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。リリナナでした。